結界は、平野啓一郎による長編小説。雑誌、慎重に2006年11月号から2008年4月号まで連載され、慎重者から上下2冊で単行本となった。インターネット時代を背景にした殺人と許しを描き、現在の社会への鋭い問いかけとなっている。山口県宇部市に住む沢野良介は、妻と子供と3人で平和な家庭を築いていた。 兄のしは東京で国立国会図書館に勤務するエリート官僚の卵であった。ところが良介はネット上の自分の日記で兄へのコンプレックスを表明し家族への不信感をあらわにしていた。それをたまたま妻は発見ししに相談する。すると良介の日記に666なる人物からの書き込みが現れる。 大阪に出張することになった凌介は妻に、高志と現地で落ち合うと言って、家を出る。高志は国会図書館の関西館の開設のため、関西に出張していたのである。高志と会った後、凌介は行方不明になり、その後、バラバラにされた凌介の遺体が発見される。高志に容疑がかかるが、意外なところから、真犯人が判明する。残された家族や、 高しのその後の生き方を描き、作品は今のネット時代の悪意を描いていく。ありがとうございます。